きましたね。やっとこう。なかなかの人でね。そうですね。なかなかアピールできます。そうなんです。おかげさまで。ありがたいことですよ。今日はいっぱい人がね、通ってもらって。ありがたいです。ちょっとお子さんたちがよく記念写真撮るので、傘持ってもらったりして、なかなか触れる機会がないので、我が傘に触れてもらって、いいイベントになってます。いっぱいあの作品が増えたんじゃないですか。増えましたね。だいぶ増えました。コツコツ作ってるおかげで。だいたい2週間ぐらいかかるんですか？いや、1ヶ月以上です。やっぱそうなんです。はい。ですよね。はい。なんかよかったら説明してもらえば、はい、せっかくなんで。伝統的な番傘ってこういうタイプになります、はい、外が赤茶色でこれはベンガラで仕上げていて、はい、開くときは頭を下にして、はい、でくるっと回すと開きます。おー、かっこいい。ちょっと今風があったんで一気に開きましたけど、はい、まあまあこうやって開いて、刺していただけます。なるほど。これ自体は普通の和紙なんですけど、油を引いているので、はいはいはい、雨でも紙が破れない、普通に雨傘としてご使用いただけます。この辺は伝統的な中入りとかいうデザインですね。これは結晶をイメージした。あ、雪の雪の結晶です。これはちょっと 春をイメージした色合いにしてますね。これがアジサイで、花で稲妻です。稲妻、雷ですかね。そうです。でその奥が宝尽くしって言って、はい、縁起物を詰める伝統的な柄ですね。宝尽くしって言いますね、はいはい、これが麻の葉ですね。麻の葉は厄除けの意味ですね。でこれが、秋の七草を描いたものですね、はい、なるほど。これが山吹をイメージした傘。うん、色がいいですね。そうですね。これは自分で和紙染めました。あ、色はどうやって出したんですか？これ染料があって、あ、その絵で混ぜて、そうですそうです。その奥が飯島町の藁細工とのコラボですね、はい、あ、はいはいはい、藁を巻きつけて。そこここういうほらあれ、これはシミみたいのは、はい、それは油の結晶ですね。あ、なるほど。雨を弾くために油を引くんですが、それが急速に天気に一気に乾くとこういった星と呼ばれる結晶が出ますね。はい、自然にできる。まあ傘職人によっては嫌がってあえて出さない人もいるんですけど、はいはい、私は割と好きなので出すように作ってますね。ちなみに油っていうのはどういう油なの？主に植物油ですね、はい、エゴマ、エノ油、エゴマとかアマニ、はい、アマニ油とか。高級な油じゃない？そうなんです、そうなんです。今結構高級なんで、はい、一斗缶で買うとすっごい高いです、あ、ですよね、はい、そういった傘を展示しております。その PR を続けていけたらと思ってます、はい、最後に自己紹介お願いします。高木村に移住してきて地域おこし協力隊として活動している水谷です。水谷さん、はい、もうかれこれ5年以上。いや、まだ、今5年目ですね。あ、5年目。はい、まあ、今後どんな予定なんでしょうか？ゆくゆくはまあこういった傘を販売するように。この地元で？そうですそうです。ただすごいですよね。ネット販売ですね、はいはい、やっぱりもう既存の傘屋さんが1軒あるので、はいはい、そこの傘屋さんと競合しないようにウェブ販売、ネット販売を主軸にして売っていこうと思ってます。なのでそっちでこうどんどん PR して売っていけたらなと思います、はい、結構いけるんじゃないですか？いけるといいんですけどね、うん、どうしてもやっぱ1本あたり手間がかかる分値段が高くなってしまうので、それで気軽に買うのはちょっと難しくなってしまうかもしれないので、はいはいはい、これ1回雨に使うとなんか手入れとかはどうなんですか？特にないです。普通の傘と同じで日陰でちょっと開いて置いといて乾かしてもらえばそれだけで大丈夫です。なるほど。で、まあ5年ぐらいは普通に問題なくは使えます。それ以上はやっぱ使い方次第で破れちゃう方もいますし、10年使える方もいますし、今後4月からはウェブ販売をしていくので、はい、ちょっとそこに向けて今年のあと残りは傘作りの修行と、あとはこういったイベントでどんどん PR を続けていけたらと思ってます、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。